ボサンスカ・ドゥビツァ、または、ドゥビツァは、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、ウチスルプスカ共和国に属する都市及び、基礎自治体である。コザルスカ・ドゥビツァと呼ばれる場合もある。ボサンスカ・ドゥビツァは、ザグレブとベオグラードを結ぶ高速道路から 26km 離れており、ボサンスカ・クライナ地方の東部に位置し、自治体の北側は、 クロアチアのフルバツカ・ドゥビツァと国境を接し、東側は、ボサンスカ・グラディシュカ、西側は、ボサンスカ・コスタイニツァ、南側は、プリエドルの各自治体と接している。自治体の面積は499平方キロメートルで、人口は、約3万1000人である。1991年以来国勢調査は紛争の影響もあり、行われていない。 ボサンスカ・ドゥビッツァは930年に成立したが、最初に記録されたのは1197年からである。バボニッチ・ボディツキが12世紀まで町を治めていた。ボサンスカ・ドゥビッツァがオスマン帝国の支配下にあった時代、地理的に戦略的な場所であることから重要な場所となった。国境地帯として長年にわたり、活気と重要性があった。 オーストリアとトルコの戦争の後、ドゥビツァ紛争と呼ばれる戦いがこの地域では起こった。ドゥビツァがオスマンの支配下に入ったのは1538年のことでこの間、多くの支配者が代わり後にオーストリア・ハンガリー帝国の支配になった。第二次世界大戦時、ボサンスカ・ドゥビツァでは多くの犠牲者が出た。1970年代に入ると、ボサンスカ・ドゥビツァでは 経済発展で多くの恩恵を受け、1980年代も建設ブームやリノベーションが続いたがその後はユーゴスラビアの経済的な停滞や社会的な混乱などによりそれも終わり、その後戦争へと突入していく。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時には約6000人のボシュニャク人が家を割れ、その間にクロアチアからは多くのセルビア人がボサンスカ・ドゥビツァに流入し、 ボシュニャク人たちの住居に住み着いた。ボサンスカ・ドゥビツァとフルバツカ・ドゥビツァの間に架かる橋はボスニア側により破壊されている。多くの恩賢なボスニアのセルビア人たちも、また民族浄化やセルビア人の組織的な活動を支持していなければ地元の自治体から嫌がらせを受け逃れることとなった。紛争中、町はクロアチアの正規軍による包囲作戦。 オペラシジャウナ95が失敗した。1995年9月18日に、クロアチア軍は、ウナ川を横切る道を築き、ドゥビッツァのいくつかの部分をその勢力下に置いた。クロアチア軍は、クネジョポリカの工場あたりで道路をやってくる市民を、狙撃している。その後、クロアチアの軍は、セルビアの軍と対峙し川を戻ることになり、バニャルカの空港からやってきた。 セルビアの航空機により、クロアチア軍は攻撃を受け、その後、クロアチア軍は敗北している。ボサンスカ・ドゥビツァ自治体の範囲1910年の国勢調査によれば、ボサンスカ・ドゥビツァは、正教会人口が82.94%を占めていた。合計から3384人1991年の国勢調査によれば、 ボサンスカ・ドゥビッツァ自治体の人口は3万1577人であった。市外では、ボシュニャク人が若干セルビア人を上回っていた。ボスニア紛争時、6000人のボシュニャク人は、町や自治体内から離れ、同程度のセルビア人難民が、クロアチアや、他のボスニア・ヘルセゴビナの町からドゥビッツァに逃れ、住み着いている。紛争の影響により多くの住み慣れた住人は、 ボサンスカドゥビサから、ボスニアヘルセゴビナ国外へ逃れている。2006年の自治体の人口の90%は、セルビア人が占めている。アズウィンシーバブナックバクバニバイジャコバッツ、ブジェラフーシー、バザンスカドゥービカボセシブリーキンジャセレブンシー、シトロッククク,クレナックディーミロバッツディスターリージャ、ドンジャジュートラーガスタ、ドンジャスラボンジャ、ドンジジェロバッツドレイクセニックフワード。 ゴルンジャ、グラジーナ、ゴルンジョー、ゼルシー、グラジーナ、ドンジャ、ガンジャブシー、ハズボジル、ハジドロフシー、アーセンジ、ジョバ、ジョーシック、カジン、ジェロバッツ、クレコブシー、ネジカ、コンレーニキ、カズウヘ。コトゥラバイクリーバリエカ、マグロヘシー、マロディーバリス、トメディーダ、モデューボ、ドメルコバッツ、マルジェクネカ、ムロス、オーベシー、ムラチ、ノバセルシー、オッズンシー、パーニス、スピオブルデニー、ピューカリロコビカ、 スジェビロブシースクルーカにスレフリージャストリガバ、スーベハサバリージャトゥクルーカにユーセイバック、ベリコディーバリストバライジャブラスコブシーボージスコーバ、アイブリアッサイ、ウナカワ沿いの低地に位置するドゥビサには316.06平方キロメートルの農地が広がり、農業は重要な位置を占めている。農業の他にも畜産が行われ、収穫量は増加している。最近では、 果物の生産やワイン等も増加している。町の経済の多くは、畜産からで、最大の乳業会社は、村井ジェコープロデュック堂で、ボサンスカ・ドゥビツァの近くに立地する。ボサンスカ・ドゥビツァの気候は異なった野菜を栽培するのに、適している。建設業では1962年に設立された、イグップ・ウナが有力な企業である。ありがとうございます。